カムイ岬で、まあ、感動しまして、いざキロについていたわけですけども、その帰る道の線上にもう一つ絶景があるということで、ちょっと立ち寄っていきたいと思います。まあ、小樽に向かうそのバスの、で途中下車するんですけども、そのバス停からもう徒歩5分ぐらいのところにあるね、絶景なんですよ。ご覧ください。ちょっとね、遠目に見えてますけどね、この岩、まあ、自然が作り出したね、造形美というやつなんですけども、はい。まあ、ちょっと残念なのはね、日が入ってこそというか、太陽の明かりがね、映えてかっこいい、多分そういう岩なんでしょうけど、まあ、ちょっともうね、日が入っちゃってるんで、ちょっとどうかなっていうところありますけどね。まあまあまあ、あとはまあネットとかいろんなもので見た時にはもっと大きいイメージでしたけど、まあ見たとこそんなに大きくないなっていうのが率直な感想です。まあね、一番いいアングルで見ていきたいと思います。それでは、思ったよりは大きくないですけど、でもね、やっぱりすごいですね。なんて言うんだろう、芸術的。これがね、人の手によらないっていうのがすごいですよね。いやー、これは来てよかったな。なんかね、チキンみたいですねなんかね、チキン
と大黒岩。もうちょっとねネーミング他にも他のものでもいいんじゃないかなって気がしますけどね。またね見る角度によってちょっと味わいが変わっていいですよ。さて、カムイ岬を、まあ、カムイ岬に続いて弁天岩、大黒岩、見てきましたけどね、まあ北海道ならではの大自然の造形美というんでしょうか、もう神のアートとみたいなね、まあ、とにかくなかなか他では見れない素晴らしいね大自然の中の作品をね、見たような感じです。いや北海道ならではですよねこれはね、ほんと素晴らしいです。いやねトドとかねアシカとかね野生で見てみたいですね。まあ襲われない程度に遠目でクマとかもね見てみたいですけどね、それはまた、今ねなかなか行きづらいですけどいつか知床にも行ってみたいなと思います。それでは。